これから若いもんだけで頑張るぞ、勝村工務店です。はい、ということで年長者2人、はい、はい、今日いませんので、はい、はい、つねさんとのぶくんですね。お休みですね、はい、今日は。はい、はい、これにポン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 自分で編集しながら出てくるで。はい、また待ってるからね。はい、自分も若くはないけどまだ2人に比べると若いということで、一応最年少3人で。そう、やっぱ暑い時期はきついよ、はい、やっぱ年取ってくると暑い、きつい、今から暑くなりますからね、うん、もっと。ほんでね、ただ自分ら弱ってるけど、あの草が本当にこれでもかっていうぐらい元気すぎますね。この前クタクタになってやったよね、全員で。見てこれ、まだ買ったからちょっと元気はないったらないかもしれんけど、いや、そんなことない。感じてる。バリバリ元気っす、こいつら。うまい、抜いちゃろこいつら20センチぐらい余裕で生えてますね。いや、20センチじゃないよね、これ。長さで言うとね、50センチ。あ、そんな、うん、して地面から見ると、ほら指1個で20センチ、20センチ、60センチぐらいですね。もう、はい、ほんとこいつらやんちゃ、元気すぎ、伸び盛りということで、はい、今回ですね、はい、また、あのレンタルコトスさんがやってきましたよ。駆逐しに来ました。というわけでどうも、はい、あ、まだ、あ、どうぞ。あ、どうも、すみません。はい、レンタルコトスの森脇です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そんなわけで、はい、あの昨年全世界が震撼したと言われている、はい、見てください、じゃじゃーんと。あ、奥の方から行こうか。これ昨年のモデル、そうですね、従来からあります 2SGS っていう一番スパイダーシリーズの中では大きなモデルですね、はい、幅が1200で、これすごいのが傾斜地がいけるという。はい、何度までですかこれ。これはウインチありまして60度まで、はい、ウインチありだと60度、人間が立つのが結構っていうかほぼほぼ無理だよね。無理です。だって45度でなかなかですね。スキーとかスノボやると分かるけど30度で崖とかよう言われるから、はい、そうですね、崖崖でもウインチパワーで60度までいけて、はい、でウインチなくてもある程度はいけますよね。そうですね、35度、まあ、40度弱ぐらいまでは路面の状況にもよるんですけど、はいはいはい、可能です。ということで、あの昨年の動画見ると分かるように、これのおかげでなんと真っ平らになって、ほんで今ここら辺の状況がめちゃくちゃ良くなりました。そして今回これだけじゃなくてこちらです。かわいい、これかわいい。ちょっと今カメラ取り付けるためにちょっとカスタムさせてもらったんですけど、こちらが何のあれですか。そうですね、あの従来からあったあれの大きいモデルスパイダーシリーズの中で今一番小さいですね、はい、クロスライナーっていう機械になるんですけども、はい、クロスライナーの、あの電化したモデルですね、 EV 化したモデルで今回お持ちしました。おー、 EV 化ですね、はい、こんなところも EV 化の波がすごいですね。ちなみに価格で言うとあちらがまあちょっといい高級車、はい、はい、でこっちがちょっといい軽自動車。あー、なるほど。軽自動車も最近300とかするからね、結構いい値段しますね、うん、全然するから、はい、そんな感じですよね。そうですね、価格的には、価格的にはちょっとウインチないモデルからですね、はい、エンジンモデル、そしてこの EV モデル、うん、ちょっと幅があるんですけども。そうや、はい、ウインチないガソリン式のやつが一番安いんですよね、はい、これで言うと、はいはい、それはだいぶお安くなってますんで、それだと中古車ぐらいに落ちるんですよ、はい、中古車の軽のちょっといい感じのやつぐらいまで落ちるんで、はい、んでレンタルっていうだけでなく販売もされてるということで、はい、そうです、はい、すごい、今度青森まで行くんだって。そうです、青森、はい、すごい遠い。これ、はい、これを引き連れていくってことですか。そうですね、この前も九州ずっと10泊ぐらいしてましたまた青森。いや、みんな使いたい使いたいと、一回やっぱ安いもんじゃないから。そうですね、うちだとどんなもんだいみたいな、はい、すごいな、すごいんだって、はい、で今回はちょっとこちら電動モデルを使ってちょっと草刈りをやっていこうかと思います。はい、はい、ということで早速電源オンしてもろても、てかもうしてるかもしれない、はい、ほら見て、あ、ほんと光ってる。どう、光ってる？はい。え、もうタイヤ動いてる。おお、動物みたいな、なんか。おお、行った。おお。
これイノシシをっぽらうのにちょうどいいんじゃないか。いやそんな用途で使われたことない。これ四六時中なんか動いてたらさめっちゃ静かやん。すごい、やっぱ EV モデル静かなっていうのもやっぱり騒音とか問題あるところでも、はいはい、非常に活躍できる機械だと、はい、ほんで下のやつが動き出すとブオーンと、そうですね、刃が回るとちょっと、おお、あでもなんか巨大な扇風機って感じ。あ確かに扇風機だね。ちょっと、まあ、見やすい、ここちょっと大丈夫かな、ここ行ってもらおうよ、ここ。今ちょっと借り高が一番上がった状態になってるんで、はい、ちょっと高く残るか分かりません。うわわわわ、この高さでちゃんと上げてる。10センチですね、はい、借りたから10センチ、めっちゃ速いね、はい、これで全部済みますからね、このリモコンで、はい、ねえいやこれはね、おもちゃよ、大人のですね、ロマンですね。いやこれ気持ちいいな、これめちゃめちゃ見てるだけで楽しいですね、これは。ほんで、まあ、弱点としては石があるエリア、やっぱこのまま突き進んでいくから石に当たるとその刃が欠けたりっていうことがあるので、その石にはね注意していただきたいけど、うち結構石があるから、まあでも手で刈るときも石邪魔だから、これからちょっとなんかどける、なんか頑張りせんだからね、対策しなきゃいけないっすね。まあということでちょっと早速、はい、行けるとこちょっとここちょっと やってもらいましょうか。これ一旦平面、はい、まあ、ちょっと平面の部分を、はい、自分ら運転するとなんかちょっと崖落としそうな気がするんで、怖いっすね。まずは、はい、まずはちょっと手慣れてる村木さんにお願いして、借りたか10センチのままでいいですか。はいはい、はい、やっぱね10センチが好みやね。そうですね、うん、石リスクもちょっとまだマシになるで怖いっすもんね。はい、さあ行くよは健在ですね、まだ粉砕具合も、はい、ほらこんだけあの粉砕してくれるから、要はこうほったらかして、まあ、分解してくださいねと言った感じ。めっちゃいい感じにいった。まあ静かっすねやっぱ、はい、そうですね、やっぱり全然そのエンジンと比べたら静かなんで、あのよくあのえーんって草刈り系の、はい、あれガソリンバージョンかと比べても全然ですね、あっち本当にうるさいっていうか、うるさいですよね。これ巨大な扇風機が回ってる状態確かに静かやし早いっすね。あと早いわ、はい、いやでちゃんとやっぱ石取り除かんだかんわ。そうですね、やっぱ綺麗にやるためにはさ、はい、ちょっとずっと石並んでるんですね。そうなんすね、乗り上げたなと思ったあ、大きい石あるからね、石がちょっとね、はい、ある、これなんかわざとなんか並べてるようなラインがありますもんね、はい、ラインが全くもう、全くもうでもこういうのも、全く問題ないですね、こいつ系も。そうですね、基本的に、はい、その上に乗っかれると、ここらもあったやつだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、借りたかもっと下げたら綺麗にもなるんですけど、はいはい、はい、いやで、ここはまだいいけど、その、もっと背の高い
やつがいっぱい生えてるエリアやと、はい、あっこやとあのカーももちろんやけど蜂とか、そうですね、で中からイノシシさんこんにちはもあるんですよね、はいはい、動物こんにちはって、はいはいはい、あるんすか。この前僕もデモ行ってイノシシ出てきました。ほら、はい、あるんすか。ほら出てきた出てきた、はい、の時にリモートだからまだ安心っていう。確かに襲われないです。でもやりたいのはあの乗るやつもありますよね、はい、世の中、はい、乗ってその草の背丈2メートルぐらいのところにこれであーうわーって突っ込んでく感じのやつもあるけど、 あれはやっぱヘビかスズメバチとか、はい、要は危険の中に突っ込んでくからリス、結構リスクあるんですよね。そうですね。で下の状態が見えないんでどうしてもそこ、まあ、溝だとか穴があって転倒っていうことがあり、あーなるほど、はい、草があるとわからな いあれあとまだ本体が行くだけやで、そうです、はい、もしも何かあった時はお金で解決できるけど、はい、あの人間本体はお金で解決できんことが多々あるからさ。そうです、ね、いやめちゃめちゃいい借り高で、ね、はい、進めて。これってどんぐらいまでそのラジコンで電波届くんですか。200m と実際は届くんですけど、詳細が見えないのでやはりやっぱり 20-30m の範囲で仕上げて移動していくっていう形が、うん、なるほど、はい、200m まあまあよ。じゃあもうスズメは怖くないです。こことかの芝生がきれいに揃って何もないっていう状態やったらあの2階から見とったらできるかもわからないです。なるほど、はいはい、芝生も一応いけるみたいな、はい、あの4センチまで下がりますんで、本当だ、それ面白いね。それ面白いですね、はい、そこらへん。ちょっとやってみたいですね。ちょっとやってみたいよね。芝生の方も、はい、せっかくでちょっと芝生エリアどんな風になるのか行ってみたいなと思います。あ、せっかくでこれつけようか、はい、行きましょう、はい、ブルンブルン揺れると思うよ。かわいい、なんかペットみたい、なんか大型犬ぐらい。大型犬の上位互換じゃない。上位互換、しかも生命力ほぼ無限やで。すごい、こういったところも通れますよっていう。おお、通ってた通ってた、頼もしい。なんか 4,5 時間ぐらいはぶっ通しで動けるらしいですね。え、 4,5 時間大きいね。すごいっすよね。みんなちょっと奥のちょっと芝が結構生えてきたエリア行こうか。そうっすね、一番あの長い間生えてるであっちが。はい、では入ります。入りました。要は大型犬をここで放すとこんな感じ。大型犬ワンワンちょっとあっちまでビャーって戻ってきてもらえますよ。はい、マックス行ってらっしゃいみたいな。マックス行ったよ。ザ大型犬、うん、マックス、マックス戻ってきて、戻ってきたマックス。ちゃんと言うこと聞いてくれ。ちゃんと言うこと聞くねんよ、マックス。ちょっとお手はできんねんけど、マックスは。帰ってきたわ、マックス。いや、本当に静かっすね、うん、マックス。多分普通の犬より静かよ、これ。確かに。下手すると。ねえ。ほら、マックスさん、ちょっとこっち来てもろて、マックスさん。ちょっと段差あるんで、マックス。ここから取ると。オッケーです。じゃあちょっと、バッタ乗ってないですけど。え、本当だ。全然落ちない。めっちゃ安定してるんですよ。安定感がすごいね。ずっと乗ってない。ね、リトル君ね。リトル君、なんかちょっと借り高をちょっと、はい、はい、して4センチに、はい、ちょっとこれ多分今動かしちゃうと思うんですけど、はい、一回借り高を動かすときが、はい、これがちょっと緩めても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。おお。もう一段階。もう一段。はい、おお、ベタベタなるんで、もう一個上げときましょうか。低すぎるかわからないですね。はいはい。え、これどんだけ何センチ単位で動くんですか。これ4段階で4センチから10センチまで動くんで、はいはい、ちょっと2センチ、4、6、8、10みたいな。はい、そうです。2センチずつアンジュレーションあるんでもうちょっと上げといた方がいいですかね。もう一回上げておきましょうか。ラインはあります？分からないですね、これ。ん？この出っ張ったところがあるんで、はいはい、借りすぎてしまうかわからないです。ごめんなさい、はい、もう一個上げさせてもらっていいですか？すみません。もちろんです。はい。すみません。
プレゼンしときましょうか。はい、はい、ちょっとね、ハゲさす禁止で、借り高高めでちょっと行ってみてようと思います。はい、なマックス頑張って。リスちょっとハゲでも一個下げますね。はい、多少のハゲは気にしないで、はい、勝村工務店です。はい、はい、あ、なマックスお願いします。ちょっと勝ってる。ちょっと本当にちょっと勝ってる。気持ちいい。芝の匂いするもん。ほら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 。見て。ちょっと勝ってる。ちょっとだけ。特に伸びたやつの先っちょっとか先っちょ勝ってる。うんうん。はい、最大で。はい、もう上げてもいいんで、いいんで、はい、ここまで来たら今みたいに変な段差攻めない感じで、はい、かなりスルスルっすよ。ターフタイヤ履いたらもうちょっと下がるんですけど。はいはいはい、芝用のタイヤがあるんです。ターフタイヤが、芝用のタイヤがあるんですか。はい、あ、これね、はい、この溝の深さ、この溝の深さね、これが2センチぐらい浮かしてる感じなんだわ。まあでもこれ見ると分かるように、もうほぼスレスレね。せっかくなんでちょっと一番伸びてるポイントどっか分かる。その真ん中いいんじゃないですか。ここら辺ちょっと、ここら辺な、ここ来てそうな感じがする。はい、あ、これ雑草も生えてるし、はい、マックスに来てもらいましょう。ね、ちょっと段差あるで削れやすいかもしれん。まあ多少剥げても、こちらもこちらも。おお、来た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 。ようやくちょっとマックス頑張ったね。ほら、でもこれ2センチ下がるとだいぶ下がるんやけどね。だいぶ、あと、はい、確かに結構枯れてる。本当だ、本当だ。こうしたらしっかり枯れてますわ。これ枯れてます、枯れてます。こんな感じで汎用性だいぶ高いんじゃないの、これ。いい愛犬が来ましたね。いい愛犬が、マックスが。マックスが。ただ、ね、マックス午後はこの後ね、きついとこ行ってもらおうと思うから。坂走らせる、ね。うん。やっぱ可愛い子にはってやつですよね。しかもちゃんとリードつけて。リードつけるとマックス燃えるらしいから。そうですね。リードつけたらもう一番強い、ね。やばいよリード。うん、リードつけると一番やばいくなるから。むしろ今。これあの性能を抑えてるぐらいだから、うん、ちょっと午後はこのマックスリードつけて、あの大暴れしてもらおうと思うんで、ちょっと楽しみにしてください。はい。はい、すいません、マックス連れてきてもらい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やってもらって。マックスじゃなくて、犬種名が何でしたっけ。あ、犬種じゃないです。犬種名がクロスライナー、イークロスライナーです。イークロスライナーっていう純血の、はい、超かっこいいですね。血統正式、はい、クロスライナー。しかも EV、EV なんで、はい、EV モデルでございます。はい、で一応概要欄にね、レンタルコトスさんのリンク貼り付けておきますので、すみません、ありがとうございます。全国いろんなとこ出張されて、はい、そうですね、デモンストレーションで、はい、あの無料で回ってますんで、また呼んでください。ただ多分ね、あの午後の場所よ。午後の場所が、そっちを見て、うん、人間がきつい、あの、はい、傾斜地を突き進んでいくっていう。はい、この前川辺見たよね、川辺で、はい、ましたね。あっちなーみたいなんでこうやってる業者さん。危ないっすねあれ。ヘルメットこれもなしね。ああいうのこそ使ってほしいですよね、これを。そうそうそう、ああいうのでパーン飛んでね、近かったよねそれぞれが。そうですね、マジ足当たってるんちゃうかなぐらいで。みんなあの刃物で近くでギャー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 やってたけど、はい、多分こいつ
2、3倍どころじゃないんだよ、人間の。そうですね。こいつでどんぐらい行きます？場所にもよるんですけどね、やっぱりこの機械ですと4、5倍ですかね。おー。ずーっと刈り続けれますんで、うん、はい、行きます。大きい機械ですとあの12枚ぐらいは十分できるんですけど。おー、すごいわ、はい。じゃあ午後からっていう感じがあるので、はい、楽しみですね。午後頑張ってもらいましょう。はい、来たしね、なんかよかったよかった、よかった、はい、ということでまた、はい、お会いいたしましょう。はい、じゃあね。